月6日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の前引けは351円58銭高の 38,841 円75銭となりました。トピックス東証株価指数も 16.71 ポイント高、 JPX 日経400 156.17 ポイント高と主要3指数揃って上昇。3指数の中では日経平均の上昇率が 0.9% を超えて一番大きくなっています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 41%、 675銘柄、これに対して値下がりが 55% の907銘柄と過半を占めました。変わらずが約 4%、 65銘柄ほどあります。これを反映してトピックス規模別株価指数はまちまち、大型が上昇、中型もしっかり、これに対して小型株指数は小幅に下落しています。銘柄の数の多い小型株が全体的に軟調だったという今日の前場、これを受けて東証プライム全体で見ても値下がりの方が値上がりよりも多いという構成ともなっています。逆に言いますと指数の影響の大きい大型株中心に上昇しているという今日の前場です。近内は通常のボリュームと言っていいでしょう。前引け段階東証プライム売買高8億7300万株余り、売買代金2兆3540億円、2兆3000億円台で前引けとなりました。このペースで1日推移すれば1日通して4兆円台半ばから後半ぐらいということで、通常のボリューム若干多めというところでしょうか。今日は朝から買い注文先行して始まりました。昨日のアメリカニューヨーク市場、5日のニューヨーク市場におきまして、半導体関連、特にこのところ相場の主役ともなっております画像処理半導体の NVIDIA が 5% を超す大幅高となりました。これに牽引される形で他のハイテク系の銘柄、半導体関連などもニューヨーク市場では揃って上昇。ナスダック総合指数と S&P500 が史上最高値を更新しました。この流れが今日の東京市場でも、この流れが波及する形で東京市場でも値傘の半導体関連株中心に買い注文が流入。日経平均株価午前9時半前後には上げ幅が500円を超える場面も見られました。水準的には3万9000円を超えたという局面も見られています。最も節目の3万9000円を超えたところでは売り物も出まして、前引けは351円高3万8800円台ということで前引けとなっています。そういった中で半導体関連の中でもやはり東京市場では製造装置、存在感の強い製造装置がほぼ軒並み上昇しています。中でも中核銘柄東京エレクトロン8035も商いを伴って上昇。今日は一銘柄で前引け段階での日経平均を141円ほど押し上げる形となっています。全体が351円高という日経平均ですが、そのうち141円は東京エレクトロンの値上がりによる押し上げ効果が働いているという状況にあります。昨日のニューヨーク市場でのハイテク株高、特に半導体株高などが及んでいるということで、海外投資家などの買いが流入しているというふうに見ることができる動きです。他にもアドバンテストやディスコなど主要銘柄揃って上昇。一方その中でレーザーテック6920、こちらも半導体関連ではありますが、個別の要因で6920レーザーテックは下落、今日このまま安く引けますと8日続落ということになります。4月の23日につけました年初来安値に接近する場面も見られました。レーザーテック昨日です、こちら海外の空売り専門の投資家から会計などに関する疑義が指摘されたということを受けまして、昨日は大幅安となっておりました。昨日の夕方、会社側これに対して不正会計の疑惑について明確に否定するというショートコメントを発表しましたが、それでもなお今日の前場段階では下げ止まっておりません。以上、今日前引けの模様東証アローズからお伝えしました。